今回はヒースさんが X と出会い、いかにして X に加入したのかを紐解きます。 X ジャパン物語、ヒースの加入。1990年5月、ローズ&ブラッドツアーファイナル日本武道館公演の打ち上げで、ヒースはヒデの知人の紹介で X のメンバーと出会う。その後もヒデとはよく電話で話していたが、とりあえず東京に出てこいと言われ、兵庫県の尼崎に住んでいたヒースはベース2本とボストンバッグを持ち上京をする。上京をしたヒースはヒデに連絡をしたが、ヒデはまさか本当に来るとは思っていなかったという。上京後、ヒースはキヨシのいるメディアユースに加入、ヨシキ主催のレーベルエクスタシーレコードにも所属した。ほどなくしてメディアユースは解散をするが、マジェスティックイザベルに加入し活動を続けていた。 X のベーシスト、タイジの脱退。その頃 X は東京ドーム 3days 破滅に向かって、この公演を最後にベーシストのタイジが脱退をする。そして X は公認のベーシストを一般公募していた。ベーシストの条件は、まず男性であること、一緒に音を出して楽しいかどうか、感覚的に馬が合うかどうか、そしてメンバーとピッチが合うかどうかであったが、女性も多数テープを送ってきていた。中にはベースは一切できないにもかかわらず、意気込みだけを延々と吹き込んできたテープもあったという。たくさんの応募からオーディションに来てもらった人もいたが、なかなか加入にまで至るような馬が合う人はいなかった。1992年頃、清と高一でメディアユースを再結成させ、ヒースも再び加入していた。そんな中、 X のベーシストとしてヒデの知り合いであるヒースの名前が上がった。ヒデはヒースに一緒に音を出してみないかというオーディション勧誘の電話をした。ヒースはその後、自身のバンドへの迷いもあり、入る入らないは別にしてセッションという形で参加をすることになった。前日からヒデとヒースが一緒に飲んでいたこともあり、ヒースは二日酔いの状態でセッションに参加。演奏曲はスタンディングセックス、ブルーブラッド、エンドレスレイン、ジョーカー、サディスティックデザイアーの5曲。ヒースは間違えても仕方がないと緊張はしていなかったが、ほぼ完璧に弾きこなした。逆に X のメンバーの方が下手なのがバレて舐められないようにしないといけないと思い緊張をしていた。ヒースの物おじしない性格や、セッションが終わり後片付けをして結果は後日とすぐに帰ってしまったヒースに対し、ヒデとパタは大物だ、こいつは X にいてもおかしくないと思ったという。やはりヒースがいいとメンバー内で一致。ヒデはヒースに連絡を入れるが、自身のバンドのこともあり少し考えさせてほしいと答えた。ヒデはそうか、じゃあヨシキとも話してみて、多分断れないと思うからと言った。2週間後、ヒースはヨシキの自宅で話し、セッションが楽しかったのと、あの中にいて違和感がなかったことを理由に X 加入を快諾した。マザー牧場に牛を見に行く。ヒースの加入が決まった X のメンバーはとても喜び、ヨシキの家に集まり遅くまで飲んでいた。加入がとても嬉しかったヒデは、マザー牧場に牛を見に行こう、うん、それいいね。ヒースは牛っすかとびっくりしていた。 X のメンバーはヒースが加入したことで何か思い出を作りたかったのだ。明け方4時頃、オールナイトニッポンのラジオが終わった年も合流し、車でマザー牧場へ向かった。牛を見ながらバーベキューを食べ、ヒースの加入を歓迎した。 X に加入したのはヒースが24歳の5月だった。その後は週に3回ぐらいのペースでメンバーとリハーサルをしていった。 X に加入したヒースはヒデに、 X は何でもできなきゃダメだからね、そう言われ身が引き締まる思いだったという。ヒースの正式加入の発表。1992年8月24日、アメリカ・ニューヨークのロックフェラーセンターで X は世界デビュー発表の記者会見をした。バンド名も X from Japan に変わり、
新たなベーシストヒースが紹介された。その後すぐにバンド名は X ジャパンに変わる。ヒースは初のライブが東京ドーム、初のテレビ出演が紅白歌合戦、そして X ジャパンとなり初のレコーディングは30分の超大作であるアートオブライフだった。こんな経歴を持つミュージシャンは後にも先にもヒース以外にはいない。その後波乱に満ちた X ジャパンであったが、 X ジャパンのベーシストとして X ジャパンを支え続け、バンドも大きくなり、2014年には念願だったニューヨークマディソンスクエア公演も果たすことができた。